はい、こんにちは。今回はすぐにね、何でもマスクにできるというこちらですね。極細のシリコンゴム。こちらをね、買ってみましたので、実際にこれでマスクを作ってみたいと思います。こちらね、葛飾区にある会社なんですけれども、その技術がすごいんですよね。シリコンをね、すごく細いゴムにするわけです。そのゴムを利用して、こういうね、キッチンペーパーを速攻でマスクにしてしまうという。まあ、キッチンペーパーだけではなくね、いろいろなものが応用できると思うんですけれども、まあ、とにかく見てみてください。こちらね、名前はクワットっていうものなんですね。で、マスク製作キットと書いてあります。そしてね、こちら3本、そのね、細いゴムが入っているんですよね。ほら、わかりますかね、この3本の細いゴム。これはね、なんとシリコンで作られているんですって。ねえ、すごいですよね、この技術。実際に中に入っていたものなんですけど、これなんですよね。これ分かりますか？すごく細くて、ほら、シリコンだけどすごい伸びるんですよね。で、普通の輪ゴムだとちょっとね、硬さがあると思うんですけど、これはね、とにかく柔らかくてね、軽いんですよ。ほら、しかもすっごい伸びる。でね、このゴムを使って、なんとね、17秒でマスクができるっていうね、動画を出していらっしゃるんですよね。なので私もちょっと挑戦してみたいと思うんです。一応ね、こちらタイマーがありますので、これでちょっと測ってみたいと思います。それではスタート。ちょっとね、まごついてしまったんですけど、こちら20秒でできました。ちょっとね、初めてやったので、まごついてしまいましたね。だからもっとね、慣れると早くできると思います。でね、これ白に白なので、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、ここにね、ゴムがついているでしょ。ここにゴムが入っていて、耳にかけてこうなっているわけです。で、これ押さえることによって、本当に簡易的にマスクができるっていうね、これは本当に優れものなんですよね。もう縫う必要もないし、もう速攻でマスクができる。この商品が追求したのはスピード感だと思うんですよね。まずキッチンペーパーを半分に折ります。こちらのシリコンゴムをここにね、間に挟んで、この輪の中にこのように手を通してね、こうやって持ち上げて顔に当てます。そしてこのゴムの部分を耳に引っ掛けるということになります。はい、こちらクッキングペーパーになりますね。こちらも同じです。半分に折って、このように輪ゴムを引っ掛けて、中に手を入れて顔にかける。ちょっとね、白だと分かりづらいので、色をね、つけていきますね。油性ペンでちょっとつけていきます。わかりますか？こう、これね、ビヨンって、これがゴムなんですけどね、ちょっと黒くね、塗ってみたいと思います。塗れるかな？この黒で塗ったらわかると思うんですけどね、ちょっと反対側も塗ってみましょう。さあ、こういう感じで黒く塗ってみたんですが、わかりますかね、ここ、これがゴムです。これがね、細いシリコンゴムなんですよね。はい、こうやってね、色がつくとだいぶね、分かりやすくなったかと思います。これでちょっとね、試してみたいと思います。キッチンペーパーを用意します。そしてこちらね、ゴムですね。それではスタート。出来上がりました。5秒でできましたよね。こちらね、黒いこのね、部分がゴムになります。すっごく細いですよね。黒く塗ったんですけどね、ちょっとね、見えにくいかなと思いますが、
まあ一応ね、これ動かすと分かると思うんですよね。こちらゴムになっているんです。ハンカチの場合もこちらシリコンゴムを手に取って、すでにこういう感じで輪ゴムに手を通してハンカチに通してこれを折り曲げていく。そして持ち上げたらそのまま耳にかけると。はい、ちょっとねこれ大きいのでこの下がねこう長くなってしまいますが、まあもうちょっとね小さいハンカチとかあったらね、このくらいですかね、このくらいのサイズ感だったらいいんじゃないかなと思います。ね、このねゴム、このゴムをこの口の下あたりにこうして通してあげて顔に密着させるっていうことですよね。ティッシュも同じですね。このように中に入れて半分に折って、このティッシュの場合はねちょっとずれちゃったりね、柔らかいので扱いが難しいので気をつけてくださいね。でこのように内側に手を入れて、はい、はい、こんな感じです。こういうシリコン輪ゴムを作り出す技術力もすごいですしね、これで簡易的にすぐにマスクができるっていうね、これを発想したのもねとっても素晴らしいと思います。でこちらね3本入っていますが、1本で1人分のマスクが作れます。とにかくもうティッシュでもキッチンペーパーでもキングタオルでもハンカチでも何でもねすぐにマスクになります。このチャンネルではいろいろなものをレビューしています。いろいろなアイデアもねご紹介していますので、ぜひチャンネル登録をして別の動画もご覧ください。それではまた別のレビュー動画でお会いしましょう。